はい、だいぶ前にファイナルを迎えたバービーなんですけれども、この度ですね、ちょっと海外に行きの方たちがやっているのを少し見まして、なんか私までやってない要素あるぞと思って、ちょっとそれを知ってます。いずれかのヘアボタンまで動かし、知ってます。 A ボタンで選択してその中に入ってね。どこかわからないの。なんかね、まだできることがあるっぽくて、でなおかつなんか今このバービー、なんか土曜日の朝アニメやってますよね。なんか10時ぐらいからなんか海外のなんかボーイズ向けのなんかよくわからないアニメとなんかセットみたいな感じで、でなんかそれ見たんですよ、私一なんかたまたまやってた分のやつをね。なんかあ、そうなんだと思って、なんかそのいろいろとなんか違うんだと思って、なんかその私が思ってたものとは。ドリームハウスの友達がグリーティングカードを欲しがっているわ。カードを作ってクールな報酬をゲットしましょう。ごめん待って、誰もいないんだけど。誰もいないし、なんかそのこれこれこれ、ちょうどね私言おうと思ってたの、このグリーティングカードをやらが、なんかちょっと結構私多分一回なんかいじったかなと思うんですけど、なんかねこれがね、これを海外の方がねなんか遊んでるの見て、私やってないと思って、だから待って、背景の色悪くない？なんかもっとさ、バービーの世界なんだからピンクとかさ、額縁あってもいいと思うんだけどな。額縁激悪じゃない色、これにしようマクドナルドって感じ。キャラクターのステッカー、そうこれ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 、なんかすごい色々あるんだよステッカーが。こんなん知らないもん。めっちゃハロー。なんかでもアニメをちょっと見た感じは、なんかその、あ、それぞれちゃんとしたキャラクター性があるんだって、ことに気づきましたね。なんかやっぱ、私あんまりね、ほら知らないかったから、このゲームを買った時とかね、ゲームを始めた時、だからちょっとびっくりしましたね。これ待って待って待って、ごめん、これさ、シールこれ斜めになったりとかはしないの？しないって。もうこの、もう照明置きしかできないんだって。寂しい。で、このちょっとさ、なんか光ってるの何？面白くない？このなんか、なんか昔のシールって感じ。鉛筆。鉛筆？え？なんか書けってこと？ハートでも書く？それでも乗る？ね、乗、うん。このね、難しいのよね、コントローラーで描くのって。ハートになってないもんね、なんかこれも鳥じゃん。これ消したい、これ消したい、ねえ、これ消したいの。消すってコマンドください。消せないんだけど。マジ？消せないの？死んだよねって。どうする、この惨劇。だってハートに見えないもん、こうやってやってさ。ひどい。ちょっと待って、やっぱねこれタッチペンでやらせてほしい。そしたらもうちょっと私うまく描ける。いや別に鳥描きたいわけじゃないからね。本当はハートだったからね。完全に鳥じゃん。バービーって鳥なの？概念。背景。色悪。キャラクターのステッカー。待って、ステッカーのさ、でも量少なくない？わかった。鉛筆。
私のちょっと今日の一言って感じ。これですね、やっぱ反省ですね。やっぱりこのゲームのやっぱこう魅力をね、もうちょっとちゃんと伝えるべきだったなって、とても反省しております。え、待って、反省の正の字ってさ、目だよね、下。これ字違ったら嫌だからさ、合ってるよね、さすがに私反省っていう字が書けない。まあ反省しない人生をね歩んできましたから、ちょっと反省できないのかもしれないけど、合ってるわ、よかったよかった。反省です。はい、額縁つけます、反省しているので。黄色キャラクターのステッカー。反省してそうなステッカーない？反省彼女じゃない？見てこの、はぁって、反省してそう、反省してそうな人他にないの？反省、ちょっと反省の色は感じられないわね。別に彼女たちが反省する必要はどこにもないんだけどね。私が反省すればいいの。これでいいの？グリーティングカード制作はこれで終わりにする？すげえ、反省って書いてある。すごいね、なんかできたわ。私がやっていなかったもの初めてできました。何なんでしょうこれ。これ何、これをどうするの？人に投げつけるとか？今怖かったよね。帰って。あら、どこに行くの？めっちゃ怖かった。生首浮いてて、もうなんか終わったと思った。今日という日がすごい怖かった。なんかあなたにあげるわよ。ちょっと、はい、これでいいんじゃないの？いや、また作れって。背景。もう一個作ろう。ちょっとシンプルにいきたいわね。キャラクターのステッカー。さっきの生首ちゃんってどこにいるの？ミス生首ちゃん？どれ？わからないわね。でもあの子びしょびしょだったから、まさかのずっとびしょびしょなのよ彼女。びしょびしょウーマンなのよ。だからこの子だと思うんだけどな。だってびしょびしょだったけど、多分この子。背景、キャラクターのステッカー。ちょっと待ってよ、ひらがなで書こうかな、あえて可愛いこぶって、ひらがなで書きます。あ、終わった。字のバランス死んでる。はい、さっきの子がすごく怖かったので怖い、こちらでいきます。怖い、すごく怖かった。私涙が出るかと思ったもん、本当に。触れちゃいけないものを見ちゃったかなみたいな。グリーティングカード制作はこれで終わりにする？終わりにするとか言ってる場合じゃないのよ、本当に。すごく怖かったんだから。私これ何だったんだろうね今の。本当にやっぱこのゲームぶっ飛ばしてるわね、いろんな意味で。すごいと思う本当に。何がと言わないけどね、本当にすごいと思う。まさかね、久々につけたら生首がね出てくると思わなかったもん。何笑ってんのよ。あなた、ちょっと子供、あんたあっち行って。完璧ね。
あの笑顔を見て。え、わかんない。これでいいの？完璧？これ、完璧みたい。見てこの二人の表情で？みたいな顔してるよ。だから何？みたいな。なるほどね。ということでした。あ、すごい、ちゃんと全部前回の名前になってるんだ。見て、地べたに落ちてるものが、信じられないって感じ。そうなんだ。ずっとここにいるのもしんどいわよね。エレベーターね、どこに行きたい？特に別に行きたい場所はないのよ。ないんだけど、とりあえずちょっと移動しましょう。まあ、あとはちょっとその海外の人がやってるのを見て思ったのは、なんかやっぱ海外の人たちはね、結構物をそのこの子たちにねちゃんとあげてたなと思って。なんでこんな薄暗いの、私のデータ。なんかすごい暗くない？ちょっと電気つけてもらっていいかしら。よし。なんであと人みんないなくなっちゃったの？あんなにも、あんなに一緒だったじゃない、みんなね。ねえ、体がね死んでるの。体が死んでいるのよ。どうなってんのよ。じゃあとりあえずこのメンバーに、じゃあちょっと物をね投げつけましょう。そうね、喜んでれば。てんてんてん。こんなのどう？いや、これはちょっと違うかな。あげるわよ。見て、無よ。虚無。なんかしなさいよ、それ持って。しないわね。なんかこれもねできるっぽいんですけどね、ちょっと私はできないということで全部真っ黒の部屋にしてやりたいんだけど、まあできないということでね。見て、ボール持ってね全然関係ない話してる。悲しい私。え、とても悲しいです私本当に。え、そのボールは遊んでくれない。何なんと沈んでんのよ。捨てないで、捨てないで。はい、ダメこの味ダメ。やっぱり遊んではくれないわ。これはしてくれるんだけどね、やっぱ女優なのかもね。彼女たちは女優なのよ。髪が戻った。あ、ボールが2個になったわ。何、ボール重なるの？ちょっと面白い。ちょっとボールを重ねましょう。重ねることに何の面白みがあるのかわからないけど。え？え、2個以上は出ないとかそういうことなのかもしれんな。あ、出た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 。何の嫌がらせなんだろうね。ほら、落とし、ちょっと、なんでこれ維持されてんの、おかしいって。はい、終わりです。はい、ということで、まあだからあれですね、まあでもなんかちょっとびっくりしたよね。そのなんて言えばいいの、そのカード作るところ行ったらなんか会話出てきたじゃない。あ、なんかなかったよね今までね。大体のところもうなんか何もなかったのにね。ここもね特にね、だからなんかあの誰もいないのがすごく怖くて、私あんなに結構みんな遊んでたじゃない、イエーイみたいなノリで。なんかそのことをもう忘れちゃったのよきっと。この最後にプレイしたのはね、
ょっといつだったか覚えてないんですけど、ちょっとこの曲やめて。これはデイジーの DJ テーブルよ、来て。この曲やめて、この曲やめてって言ってんのよ。うわうわ、あ、待って、これだったっけ、あれ、こんなのあった、なんかなかった気がするんだけど、気のせい、気のせいかな。まあ、地味よ、とっても地味なんだけど、ねえ、大人がその飛び込み方でいいの、ただし許せないな。今当たったよね、絶対ね、絶対当たったと思うはい、ということで、え、これあったっけね、前から。ケンはいつも自分のダイビングの技を見せびらかすの。そうなの。子犬たちは間違いなく滑り台が大好きね。子犬で使うととても快適よ。なんて可愛いの、なんて可愛いの。そんな信じがたい発言だったわよね、今ね。グリルはパパのドリームハウスのお気に入りなの。お好きなものを完璧に調理できるわこんがりパリパリに、お好きなものを選んでね。こんがりパリパリに、ちょっとなんだろうね、ちょっと状況してたよね、今ねすごいな、ドリームハウスには行き先、やっぱすごいわ、久々にね、プレイしてみて、特にアップデートとか何かがあったわけでもないんですけどね、なんかやっぱすごいね、このゲームね。まあ特にこの回はする、あんたたちこの回でずっとびしょびしょなのも揉めてたの、信じがたいわね。ちょっと髪乾かしなさいねえ、ちょっとガールズ、髪がびしょびしょはダメ。はい、よかったね、あんたこっち、はい、そうはならないと思うのよ、髪を乾かしただけでは、特殊能力なのかしら、そうもならないと思うの。すごいわね。あとはそうね、まあ、こんなもんですかね。ということで、まあ、今回はまあとりあえずその海外の方がねやってて、あらと思ったんでやってみたんですけど、まあ、また何か私が知らない要素をまた見つけたらやりたいと思います。わかんない、見つかんないと思うんだよ本当はね、私の中で結構やりきったつもりなんだけどね。まあ、最後はやっぱりずっと喋ってるあなたたちね、このさ、これって滑れたりはしないの、しないんだ、そっか、虚無だね。さあ最後はこれです、もうこれを除いたら何もないでしょこのゲームって話ですよね。え、はい、どうぞ。なんでそれ持ったまま踊るのねえ、あ、いたね彼女、ボンバーマンウーマンだっけ、ボンバーマンガールだっけ、ちょっとやばいよねやっぱり。浮いちゃうんだった、浮いちゃうんだよこれ、地獄なんだよね。だからちょっと待って、わかった、なんかバービーがせっかくそのさ、あれなんだっけ、あれは反省って書いた方かな、反省してるんだから剣だよね、剣で合ってるかどうかも心配なんだけど、剣もちょっと反省しよう。何持とうか、これなのどう、なんでよ、なんで無理なのよ、剣ちょっとやる気を出して、え、剣何なら持ってくれるのかしら、包丁、まあ、バカ野郎よね。やっぱ必殺ドライヤーじゃない？
ダメなんだ。これ多分分かった。踊り出す前に持たせるのよ。分かったわ。今剣はねダメなの、ね、何を持ってないからいけないのよね。先にあなたに持たせるべきだったことに気づいたわ。ごめんね。どうしよっか。バットとか持つ？バットどうぞ。怖い。だってバット持って踊るんでしょ。乱暴者じゃない？バットと、ドライヤーとバットって両立はできないかな。できないんだ。悔しいね。え、髪型変わったんだけど。バット浮いた。怖っ。え、待って、髪型変わっちゃったんだけど。全然かっこよくない。嫌だ。終わり。うーじゃねえのよ。え、でも、ケンって本来この髪型なの？私が、まあ、認識しないだけなのかな。ちょっと無理って感じ。ブーじゃねえのよ、ほんと。見て、もう必死に踊ってるの、ずっと。信じがたいよね、ほんとに。どうしよう、意外性で。やだ、下品。何がとは言わないわよ。なんか下劣じゃない、ちょっと。これ剣をさ、しまうっていうボタンはないの？ダメよ、あの人もずっとあれやってる。閉じ込めたわよ。閉じ込めただけだからどうしようもないか。ここに剣って戻ってこないの？こうやったら戻せるんだ。ごめん、ケン。お戻りになって。ごめん。怖い。ブーじゃないの。ブーじゃないのよ。よし。ケン戻しました。ケン戻したら今、なんか誰もいなくなったよね。そして誰もいなくなったってこと？ケン。ダメだ。踊ったー。ちょっとダサい動きが。え、動きダサい。この踊り初めて見たかも。なんかダサいね。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。また何かあったらということで、バービーはねすごくステップ踏んでる感じだけど、終わりだよ。何このダンス、何これ。ドスコイってこと？振らないでほしいよね、手ね。すごい怖い。横の人のことを乾かそうとしてるのかな、浮いてる人ね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。